ジャック王を使おう。ジャック王。はーい。まだ実はエントリーしてない方も言ってもらえればアセンチームボーンとぶっ込むことができるんで、の試合に夢中でエントリーするの忘れてしまったって方いらっしゃいましたら来てくださいね。それでは B1 台、アシアナベッドマン、ナオトベッドマン、ソバベッドマンチーム、ベッドマン3人。はーい、対戦相手は運営チーム、ジョニオ・ジョニー、アダム・シンと石丸シン。神、石丸シンってやると普通に神って書いちゃいました。神っていう字が書けなくて、あ、どういうジョッキーみたいな。神々で。お前らは神だ。ゴッドフェス。星2ぐらい。じゃあ、アシャナさんのチームとアダムじゃんけんしてください。で、真ん中 C 番台、シャカさん、マルハンさん、ホヒコさん。シャカさん、マルハンさん、ホヒコさん、アッセンチームです。手を上げてください。手を上げろー。シャカさーん、あ、オッケー。対戦相手、中村ミディア、タカスレイヤー、投げファーストチーム C 番台です。対戦相手、じゃあ、マルハンさん、じゃんけんしといてください。ジュンさん、別チームで固定で組んでたっぽいんです。申し訳ない。あ、そうです。なんで他のチームの呼び出しもしますが、トゥーリオさん、ロルディさん、チャップさん、こちら1試合お休みです。ロルディさんいるね。チャップさんは分かるでしょう。で、もう1チームお休みのチームがあります。カリンチュ・ジョニー、ハーケン・ポチョムキン、ハセ・スレイヤーチームとホッサ・レオ・アゼスケメイ、エンド・チップチームは1試合お休みです。ああ、そうか、対戦中なのか、2人。今、FAB さんのチームの後ろに、対戦相手のチーム同士で対戦してるんで、まあ、今回ね、カードがあるからね、アダム、あそこの台さ、終わったらさ、テストモードを入れてあげてくれ、時間がかかりすぎる。おいおい、連絡が来ないぞ。どうなってるんだ。あちらはやばいけどね。あ、でもオッケー。その他の筐体大丈夫かな。 B とか C とか全然いない気がするんだけど、 B は OK か。C 番台、シャカマルハンホヒコチームは、おお、早い。あ、大丈夫です、始めちゃいます。4月2日、ギルティーがエグザード固定ステレオの推大会始めていきたいと思います。はい、どうぞ始めちゃいましょう。どうぞ B と C 大丈夫か。 C 番台がいるね。 OK、 B 番台も OK、 A 番台も始まります。 A 番台 1P 側はFAB ポジョンキン、シャロンミディア、ゼロシンチーム。対戦相手、ジュンミディア、長谷川のおぎちゃん、ジョニーチーム。さあ、足張りから、ここはシークレットガーデン、エンゲス足張りから、おぎちゃんさんのジョニー、懐かしい。青リロハイスラカラー、いや青リロ D カラーか。この色かっこいいよね。ハイスラジャンエス、ジャン D、KT、ハイスラシハリからシークレットガーデン、ちょっとゴミ着なんで V つ怖かったんですけど、前ジャンプ P か、垂直ジャンプ P か。さあゲージ続いてる、前景気スカートコインが出なかったか。じゃあ違うな、ハイスラッシュが当たらなかった。おー、デスゲージが当たって情に使い、この瞬間が一番楽しみですね。ドキドキしますね。うわー、前は一定死ぬんじゃねえかこれ。おっとそこだ。はいはい、PS コインから拾ってる、早いが間に合わない。まあ次一本選手は逆転勝利のオギちゃんそれ。いいですね、めちゃめちゃ攻撃的なジョニーです。ああ白いヒット、タンデム 2K2K で刻んで、ここで 2K もう一度シークレットガーデン距離を取りますが、マイケルヒット SKS ハイスラミストファイナー下段の叩き落とし、叩き落としじゃねえか、ダウンを奪って、わあここはうまい、ゲットアングルの間以外にここは離れてからちょっとした小ネタではあるんですが、ミストファイナーの構えは通常状態より半分ぐらい後ろにスッと半歩ぐらいか引くので、今みたいに当たらないってことがあるんですね。特にミストファイナー下段は下に手をスッとやるので、上段下段上段中段と比べるとやられ判定は下段は小さくなる感じですかね。あここはロマンゲスライ見てからジャンディ S ハイスラッシュ落として相手タチ系ハイスラッシュ、ここはうまい、相手にステップ読みの遠距離 S を振らせてからの前系という、ミスキャンからの少し遅らせ前系だったんですけども、ここはガードが間に合っていました。さあ下段がヒット、ジャン S ジャンプ D から画面足置き攻め中段 8K2S 3度も当たらない。8K がヒット、ミストファイナー中段、ここでシークレットガーデンバラを縦に違うクロミングローズからのバラを縦にしたシークレットガーデンですね。タイム差つけていますが画面欲しい、おっとマイケカウンター QS コインタッチ P 上段がのジャンプ P にバースト。さあ体力差はここでシャカ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 下段下段下段からのマイケ飛んだところを捉えていく。覚悟を決めた女に男は口を挟むんだよ。だがいつだって手は差し。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Fear is God. Steve versus Johnny. Get ready to.さあ行きましょう、先方中堅戦03のシンとおぎちゃんさんのジョニー。うおすげえ、投げて足系で素直に割っていく。メルクからのビーク2球を2つかなり回復した。ジャンケイからミストワイナーからのステトレハン足延長 2S ですね。シンはかなりデブいので割とここで渡る、切りをかけたがバーストライド12、あー出さなかった、下手に補正を切るより、ああおおおおどうしたいろいろあったが、一本選手おぎちゃんジョニーこれ透かし投げがなんかかなり決まりですね。ジャン・エス前上海からジャンディ・バルシャエンエス飛んで B クで空中足を捉えようとする。いい判断。ジャンディ SD スワイハンダーからここは飛びジャンディ SD スワイハンダーからもう一度ちょっと前系空中足がなかったが 2S からの L ク B クで吹っ飛ばしておっとここは潜って確認から1、2の3、2P 拾いが難しい。出したいすら前系確かにバックセットからエルクを差し込む形、そしてボルテックレインド消えねえわーっと2杯すらにブルラッシュ足はヒット、これおいしい。急いな8杯から2杯すらいい判断。 SD2 からのツワイハンダーでダウンを奪ってここでファーストオークベイカー肉を食べてジャン KSD ミストファイナーから前 K ジャン SKSD ツワイハンダーのワンキャンセルから抜けれるか前ハイスラまで一気に決めて勝ったのはオギションゾリン。連帯を気遣う男。さあ大将出てくるのは FAB さんですね。さあでは FAB ポーションのゲイン残ってるキャラクターがミリアとイノで相当厳しいんですがジョニー対ポーションのゲインもやばい。あおうさあ変わりましてポーチは吸い込んでいくジャンペスからバースト2敗から下段ミストガード確かにさすがに強いエンス 2S からここはハンマー出していたから 6K が先に当たるコインから 6K KSD ツバ1段切りかけてコインから当たっている6回コインエンス届かない 6K ガード一旦離れたハンマー黄色エンゲスこれは空中ヒット 6K スラヒット見てから飛ぶロケトス多射レベル2上段エンゲスコインまずはここまでロッキー黄色から投げていくまずは1本目おぎちゃんジョニー開幕前つなぎを選択KSPK に対してバースト前面からスライドヘッド 2K からスライドヘッドここはバックステの終わり球に引っかかるキエンスから S はい 6K 固めていく確かに空中ヒット KSD ツバイハンドは入らないジャンプハイスラから確かに入っているエンスコイン、エンス2敗、レベル2上段、コイン 6K、KPK、KP が入らないが投げは抜けて、エンスから投げてるな、ポチムキン、相模ブリッツ、投げを通して2段ジャンプからバースト使う、中距離、6回ガード、ここはギリギリガードが間に合う、下段から、エンス、レベル2中ミスト。コイン2杯届かない前目が黄色コッパンポチマス飛ぶ 2S ミストファイナー勝ったのはオギシャンジョニー。レッスンワンダージャックポットを狙うもんじゃないジョニーウィンストレイクしばらく見ないうちに随分とフォーマルになった汗が飛ばなくなったのはいいか。匂いがこもらないかしら。ではですね、影響体、進めさせていただきます。カリンチ・ジョニー、ハーケン・ポチョムキン、ハセスレイヤーのチーム。対するは、ホッサ・レオ、アゼスケメイン、エンドチップのチーム。影響体でお願いいたします。はい、では C 筐体で、負けトーナメントの組み合わせができてますので、そちらも、させていただきます。ホヒコさんのチーム、シャカさん、マルハンさん、ホヒコさんのチーム、対するは、FAB さんのチーム、FAB さん、シャロンさん、ゼロさんのチーム、C 筐体で試合をお願いいたします。ジャック王を使おう。ジャック王。時期尚早では、慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。あ、じゃあ、ホヒコさん、すいません、ちょっとこっち通路取っていただいて、シャロンさんがすでにいらっしゃいますので、じゃんけんしてワンピーツーピー決めてください。影響体、ワンピーツーピー決まりましたら、スタートボタンを押してください。後で僕から説明すると。さあ、今、先方を悩んでる最中ですね。1P 側に、ホッサレオ、アゼスケメン、エンドチップのチームに対する 2P 側に、カリンチ・ジョニー、ハーケン・ポチョムキン、ハセスレイヤーのチームになります。そうですね、普段ずっとチームを組んでる印象が強かったアジスケさんと長谷さんが今回別々のチームにいる、そして1回戦で当たっているということで、ここもまあ見どころの一つではあるのかなと思いますが、やっぱりハーケンさんのポチョムキンですかね。久しぶりに言いましたよ、ハーケンポチョって。さあ、先方決まりました。スタートボタンを押して始めてください。先方戦、エンドチップ対ハーケンポチョムキン。チップポチョムキンですね。さあ、遠藤さんも変わらずトナカイ、ハーケンさんもこちらも以前と変わらずノーマルカラーのポチョムキンを選択。まずはゆっくりと立ち回って、さあ転移でオンラッシュグージャンプ K から一旦当てて回避するが、ここはスライドヘッド、ジャンプアイスラーバックステイ 6K から前目が空中ヒット、ここは前受け身ジャンプアイスラーヒートが届かない。 S ハイから膨張バス、ジャンプアイスラーここは仕込んでいたガイが当たってる、足バレ届かない、足バレカウンター竜柳裏かキンエスカウンター、ジャンプアイスラー裏、こうなれば誰も分かんない。1本目エンドチップ、そらへここは噛み合わない、ジャンペースからバックステコパン補正切りポジョムキンバスター、ジャンペースからベータ直側からベータですね。遠距離後ろメガに対してジャンプ P 空対空を当てていく。バックステ 2K 飛ばない、足払いを差し返していく。ブリッツからベータ何も出さずにそのまま勝利で切り返していく。竜柳表だ、ジャンプエスラからハンマー黄色ベータブレード、さあ端に行ったと思ったら目の前に出てきた、怖い。6敗は前後ろメガで飛ばしていくが金バスト当てていく。トリシュラ黄色ベータガードポチョバス、6敗ハンマーから出ない、やはり難しい。スライドヘッドバックステギリギリ間に合ってる。スラヘハンマー黄色ベータガード、さすがさあ 2K から Dα 追加アルファ奥攻め後ろメガで回避。ジャンパイスラ投げは届かない。ジャンパイスラからバックステジャンプ D がこちらもバックステ回避していく。 B はい、では B 筐体呼び出します、中村ミリア高須レイヤー投げファーストのチーム、対するは、トゥーリオイノロルディベノムチャップチップのチーム B 筐体でお願いいたします。トゥーリオさんチャップさんのところにロルディさんが入ります。とだからな、トゥーリオさんと、ロルディさんはい、じゃあトゥーリオさん一回手挙げてもらっていいですか。ロルディさんはい、こちら3人ですね。 OK です。1回戦です。Who dares to enter the mayhem? Johnny Ship 2 Ship versus Johnny. Get ready. さあ先鋒戦勝利しているのは遠藤チップ対する 2P 側中堅でいきなりカリンジュ・ジョニーが出てくる。いきなりってことでもないか。ケンスからコパンレベル2上段 DKD ツバイ1段足払い差し合い固めていく。ここは前ジャンプで抜けていく。裏ジャンプハイスラー表ジャンプハイスラー、さあやはり遠藤さんといえばこの転移を使った翻弄、そしてこの機動力の差がどこで出るかという話ですが、ジャンプ D 足払い簡単新機能から投げを狙ったがジャンプ D レベル2上段受け身がで空投げから竜柳助けからダストガード体力リードはチップ投げる1本目エンドチップニエスポイント相打ち消える2敗カウンター SS に対してバスをジャンプピックテイク低空ダッシュを捕まえるジャンプエスラニエスがスカル先に S 投げは裏のジャンプ D 回避していくが円数レベル2上段コインからジャンプエスが届かない。さあキャンで一旦遅らせて状況を図るがジャンプハイスラ円 S レベル2中段2敗レベル2上段 D から D が出ない。ここは紫でカバーしていたが投げを取ってそして受け身狩りというか補正切りベータガード暴れているバーストもガードした。これにはカリンさんがっくりガータのエンドチップさあ、刀身を倒したら刀身が出てくるでござる。ハセポチョムキン 2P 側大将ハセスレイヤー。あ、勝ちで、はい、ありがとうございます。チップスレイヤーですね。 SK からベータはすかすパッパ赤横ダストに対してバストクロスはスカル竜柳2発ぐらいヒットしたかな。ベータ返していくしゃがみくらい足払いまでキャンしている。勝利を攻めに行ったがここはベータ打ってですからレイトベータガードしかも端背負っている助けマッパ赤から横出すと立ち這い立ち這いアンダープレッシャーからの受け身がれそしてこれは壊れてしまった。勝ったのはハセスレイヤー。愚直に特化させた長所にはもはや上限こそ打足だな。さあ大将粘っていくハセスレイヤー対して先方のエンドチップを倒したと後に出てくるのはメイか、レオかホッサレオ。さあレオスレイヤーですね。助け空中ヒットタスピーで拾って D から 2KPD が少しレオが高すぎたか S バーだ S バーだスパイトで裏に回るがここは6杯がカウンターしてバーストをパイルに合わせる P ハイから落として奥攻め下段下段こちらもバースト使うしかしジャンプ系の持続が長いエアーストツバイトドリッドハイスラバーダ黄色からのツバイトここは無敵 D ステでかわしていく助け足払いガード相打ち足払いと 6P いけ画面端固まるここは足払い打っているツバイト裏から無敵 P ステパイル赤からアイゼンシュトルム勝利を潰す勝利権 S から3段きっちり殺していく。1本目ホッサレオさあまずはゆっくりと回っていく DC でかわしたが SS から3段ドリップに対してバストガードが間に合っているブリッツは下段に潰すポルトで離してジャンプ系から S 立ち合いすらドリット画面端ハイスラバーだから無敵ジャンプで回避ツバイトが抜けたアイゼンシュルメテイクダッシュに対しても枚数吸血足払いカウンター危険センス S ハイ DPS ハイ D2K から PD で落として画面端アイゼンシュトルムS バーダ黄色からここはツバイト投げていく立ちですら重なっていなかったが空中ヒット S ハイ D がバースト使って 2KKS ハイ D まで11ガードポイント2敗はガードが間に合ってるが足払い下段エンゲスさあここは直がしていたがタッチピーが速いハイスラバーだここは期間で遅らせてからジャンペスの2段目そしてダッシュで細く切っていく2敗2敗金 S 金 S 円 S 立ち牌エアースツバイトドリット画面端ハイスラバーだ黄色からシュラグこれは残るか残った画面端がまだ続くがエフェクトで全然見えなかった勝ったな、ほっされよ。ダンディズム？待て、説明は不要だ。すでに辞書には記してある。なるほど。レオ vs ジョニー Get ready to roll。 俺との勝負で敗因を調べるのがいい。ただお前が俺でないだけの話だから。ああ、冷戦いいよいいよ。準長谷川おぎちゃんチーム対ホッサーズスケ遠藤チーム、連戦ですが A 番台でよろしくお願いいたします。嘘だ。この俺に勝負を仕掛けたのか。焚き火に群がる虫のように愚かな人種を変更した。はい、そう、どうぞ始めてください。C だな、やるしかないな。アシャーナさんのチームと、カリンチさんのチーム C 番台でお願いいたします。ベッド3と闘神2プラス優勝ポチョム君です。さあ A 番台いきます。 1P 側がアゼスケ、メイ、ホッサレオ、遠藤、チップ、クビが準備で長谷川、イノ、オギちゃん、ジョニーチームは潤さんが先頭。うわうまっ。この間ルーさんが来ていたので対戦したんですけど、アゼスケさんってやっぱすげえなと思いました。アゼスケさん殴りまくってますからね。スレイヤーみたいなメイですからね、これ。さあダメ出し。あずすけさんがあの連携を使いこなしたらどうなるのか感じはしますよね。和樹さんとかの方がやっぱ近いんでしょうかね。ルーさんのタイプはすごいですからね。荻野目和樹さんの投げていく。ジャメス、ハイスラ、ジャンケー、ハイスラから打ってダメ出しからのいけ、ニエス、ハイスラッシュからいるか。あ、立ち回り教えた。確かに、まあ、あんなんでよければいつでも聞いてください。はい、ジャンプ D から画面端に追い込みたい。A 番台勝ったのは、中村さんのチーム、中村さん、高さん、なゆさんのチーム、ズーリョさんチームは負けトーナメント。どうしたんですか。大丈夫ですね。ああ、大丈夫です。FAB さんと次当たるんで頑張ってください。B 番台で。いやー、危なかったですよ。あー、見たいなー。じゃあ B 番台負けトーナメント、その2 FAB チーム VS、シャップチーム B 番台でお願いいたします。勝つと、負けトーナメント準決勝進出です。よったー。さあダースアタックからここで一気に来ました。なんか最近ピヨった時にトゥリオさんが近くにいること多くておっって思って見てるかなって確認したのがもうダメです。C のメインの上海やばかったよね。どうなってんだろうあれ。カウンターヒットしたら浮いてダウン不能だったよねあれ。やばいね。数名にやられて切れそうになった記憶しかないわ。うそよ、数名の記憶しかないよ。 AC メイトがはい、2人目出てくるのは長谷川伊野。あとスラッシュのソロのジャンプ配送の2段目だか1段目だかもやばかった気がする。なんかあれだけカウンターヒットしたらストンとダウン取れるんだよ。そうだから大剣戦でソロがジャンハイブン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 ってカウンターヒットでポトって落ちる姿が超面白かった。じゃあスタンプが確定か、カウンターヒット。うわ長谷川さん、いくらなんでも自分を信じすぎているのでは前ファイサル全然重なってなかったですよこれが本物、前投げの長谷川さんすごすぎるジャンプ D、 そして先ほどのラウンドはなかったかのように爽やかに攻め続けますが、ジャンプ S ハイスラッシュうまい、位置が入れ替わる、ジャンプ D 当たらない。ジャンピ、さてあとダッシュからノーヘッドキス。確かにアビスコさんゼックス時代からずっとやってるということで、昔ながらのメインといえばこういう感じになるんでしょうね全く使わない、前に出る、前に出る、まあ対空が井の川はかなり厳しいでしょうから上から行くのは正解なはず。さあ通したマイピーから空中ダッシュからジャンピー触ってケミカル、ケミカルまだ残っていますがダダをこねてロマンキャンセル、おろしきに来た亀味スタート。ここは確定。いやースタンプきついでしょうね。そしてマイビーコバの攻撃に出して横の対空攻撃、マイビーを当ててきます。横に強い対空攻撃か、まあホバーにはかなり天敵でしょう。発生は遅いの。さあタッチ P、 マイビーとタッチ P をしっかり使い分けて攻め直しを止めていきます。ジャンハイから S ハイ B、 S ハイからの画面端沿線が足払いヒットあったなぁ。ゼスケメイまあメインの飛びどうすればいいのかなみたいなのは昔なんか対策動画じゃないんですけど、こういう風にやったらいいよっていうのを作ったんで、まあ今日多分和田光さんの家で配信すると思うんで、なんか質問とかあればみたいなね、難しい質問した時答えますよ。さあゼスケさんのメイとおぎちゃんさんのソル、かなり私はメイ苦手なんですけど、ゼスケさんが苦手ですねこの試合を実況しながら対策を覚えていきたいですね。さあ端追い込んでマイケ、ジャンスを押し込んでるマイケヒット、前出るミスマイナー、下段からの2対ミスマイナー捉えてバックアップ非常にうまいですね。さあただこれ始めました。意外と手をぐるぐる回すのって疲れるんですよね。ジャンスから下段攻撃、イールから吹っ飛ばしこうしたボールが返ってきた。あーバソッキ読んでいく、そして入るのとさあピザピザピからめっちゃ頑張れ頑張れとパスロ勢からの応援がきますが、ミサイダー S はい D じゃん、あー難しい。おこれ吹っ飛ばしていく。いやぐるぐる回すのを両手で一緒に回すのはマジきついよ。両手は無理だよ、すごいよ。いいですよ、左の足払いイルカスさん当たったか、足長いから当たりそう。もうかっこいいポーズよけて気が付いたら後ろから飛んでくる、パチンってマンジかわいいしょぼんのマンジかわいすぎるわ。ジャンピンから落として自立いいよね、パスコンできるの羨ましいです。だからこの 2P から一気に振らなかったな。ゼスケメイ強い。というわけで準決勝進出、準々決勝かな、進出は、発作さんのチームです。 A 内中村高投げチーム、中村高投げチーム対ジョニオアナム石丸チーム A 内です。頑張れアナム、お前ならできる。まだ抜けられません。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック・オーを使おう。ジャック・オー時期ギルティー・クおきとり集団今 B1 内でですね、押田さんが鳥集団を中央でしまして、それを見てチャップさんがK転したら吹っ飛んでるチップがいたんですね。ちょっと笑っちゃいました。さあ A1 内いきます。 1P 側が中村ミリア、高スレイヤー投げファーストチーム、2P 側ジョニーアダムスレイヤー石丸チップチームです。あーマジで、ああやばい今のやべえ、ペータブレード打ったらダストアタック打たれて、バースト打ったら耐えられて死んだすごいことになっていた。2番台開幕マッパンチ、どちらのマッパンチが打ち勝つか、相打ち、そのまま勢いに乗って攻めていくのは高スレイヤー、まあ、相手バンカー打っていく。さあそして投げ上がり上手のダッシュ完成付きの 2K でしょうか。裏から投げて、まず1本選手はタカスレイヤー。さあファイルマンカー打ち込んでいく。アンダープレッシャーで止めて、エリアルコンボ、足払い捉えますが少し動きを切ってしまい、アダムスレイヤー、相手バンカー打ち込まれてフットロス逃げます。足払い、ここはいい感じに右下の移動距離、足払いからどっち見えないが、投げられたのはアダム、勝ったのはタカさんC 番台勝ったチームはあ、勝ちました。はい、石丸先生頑張ってくださいいやー、減らされるチップは見たくないっす。次これ B 番台勝ったチームと対戦になります。アダム頑張れ。アダムも死んだわ間違えた石丸先生頑張れ。あー、ベータ打ったら死ぬぞ。さあはい、表キャンディーからの、やべやべ、死ぬ、あー死んじゃう、怖え。アルファ待ってた、足払いから新キロ KS じゃん、あこれ拾っちゃう、そうじゃない、足払いからどうする、何やってんだい、まずい、ザンキ、バンキ、あー死んでしまうわー、かわいそうジャンハイが刺さって捉えて、ガンマから上海見えんね。さあしかしバースあるぞ、足払いからシュッときた、直線ガードからバース呼んだっぽいが地上くらいと勘違いしたか。バックストップ捉える、ここまで読み通り、さあ期待してしまう画面端、あ、これはさすがにたくさん、ああ、何やっ、おお、テンション上がってきた。あっとだね、亀梨いけいけいけあれはうわー、しばらいから、ザスピー、惜しいB 番台勝ったのは FAB さんのチームです。では FAB さんのチーム、ちょっと連戦が続いてしまうのですが、いや、いや、ちょっと待ちます。ここは、待ちます。え、もう終わったの死んだ愚直に特化させた長所にはもはや常務。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Johnny Ship 2. Slayer. 非常に頑張って。さあ、ツービガー大将ジョニオジョニー、ファイルガードを足割からまずはワンコインツーコイン、さあクロスガードバーストスタイルエンスからブリッジシールド最大溜めで返していく K パイル K パイルタッチハイ2敗金 SKD 落として無敵キグズマッパ赤から K パイルタッチハイ2敗金 SS ハイ D ジャンピーが届かないと漠然に引っかかるが投げてピヨッと最大ためでバーストゲージを削ってクロスワイズ近距離 S1 本目高須レイヤーさあここはコイン開幕コインを 6P でかわしていく2系から2敗ちょっと AC っぽいレベル2ジョーダンからジョーダンジャンプ配置されてまずダウンを奪ってツバイからテイクラッシュタグレベル2中段画面端ここは端に持ってくるうわーすげえ肩直画になってるがここは赤でフォローヘルターもガード下がって SK タッチ系マッパ赤パイルバンカー 6P は2敗で返していく金バーストさあ暴れ潰し直下からダーストアタックダースト地上つばいこちらもバックスでかわしてはいるがテイクダッシュ D セを捉えて俺のなじゃんじゃんポーンとブルルルプンそれが俺のなだ11奥さん最近全然見ないのにこれだけはずっと言われてるからねてか俺らが言ってるからね D ツバイ1段さあツバイが出てないが端を継続レベル3中段2敗レベル2上段コイン D にバスト遠距離戦になる前線に対して 2S この牽制の長さここをうまく合わせていく D レベル2中段コインからツバイ1段無敵ジャンプを読んだが投げてるのスレイヤー直側でしのいでいく6敗アンダープレッシャー吸血2敗赤投げてアンダープレッシャー耐えていく割り込んでいくさあ一旦中央に戻るパイル切ろう前スで長前ス投げ金 S が当たる金 S が当たるこれはデッドタイムバースト DOT なら死んでたがバーストガード勝ったのはジョニオジョニーですね多分バースト DOT だったら死んでたと思いますミリアかファーストか座ったのは中村ミリアさあ開幕はジョナン。シークレットガーデンを空中直下でまずはナイフを手放す。 KPD ツバイハンダーは入らない。シークレットガーデン全体を死守していく。チャージブリッツ最大ダメ様子見していた。冷静に投げていく。ディフェンスからバトム中断。オブ攻めテイクダッシュからここはデッドアングルガードがしかし反撃が入らない。 P がありとなる。空中投げからバックステ狩りの6回すら2敗。ジャンペースに対してバスト足払いアイアンセイバー下段 D テーダ S ハイスラー 2S 下段ガード 2K の下段 S タンデムで浮かせてシークレットガーデン前捨てチャージブリッツだったがシークレットガーデンか。1本目中村ミリア 2K からフォールドで離す。6回スラの中断テイクダッシュ針が当たる。テイクダッシュジャンプ系さあバーストを警戒していく。アイアンセイバーダストが出てるがここはジョーダン掴める。画面端ワンコインツーコインツバイハンダーレベル3ジョーダンレベル2ジョーダン D からツバイハンダー様子見助けバックステでかわして6敗からゲージがたまらなかったか。6敗 6K 端なんとか逃げたいミリアテイクダッシュをうまく通していく。体力リがジョニー 6K トス立ちハイスラまで11。6K トスレベル1下段でまずはダウン取る。コインから前に出る前に出てきた飛び読みの上段をさらに読んで裏に回るがここは投げている。S からジャンプ系に対してバースト KP 当たるレベル2中断コイン円月宝石ティグ DD レベル2中断霧が出てたが立ち合い。さあ残りドット様子見をしていく。投げてバックス引っかかる KP ハイから落としてシークレットガーデンが当たる。バストコにつなぐ立ち合い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 受け身が取れてしまった。勝ったのはジョニオジョニー。大将投げファーストさあ対称戦になります。ファウスト・ジョニーまずは立ち合いすらからコインをくぐる爆弾はきっちりヒット立ち蹴りが当たるが自分も爆弾に当たってしまうのでカウンターになっている。 KS ハイまで入れて爆弾多くね足払いダストは6回されて潰す。2敗上段コインDD ツバイハンダーコインつけてツバイ黄色テイクダッシュレベル3中段2敗レベル2上段コイン D から少しバスを打ったが俺の中当たらない。金バストスカル6回ガードプレッシャーをかけていく。さあ下にオイルがあるここは一旦離れてロケガードですから下段ガード円月装填残る。さあここは6Kに出して 2P で割っていく。1本目投げファーストオイスガードここは爆弾を避けて飛んだところを空中投げで捕まえる。爆弾多くね。 2T からチビファースト判断、チビファーストと共に来るが料理研究ガード、これでさらにラインが上げやすくなっている。イエス差し返してエンゲスがダウン打ち、霧が出てしまった。さあ一気に追い詰められた。エンゲスタッチ K からバーストは警戒していたが当たる。 2K 返してエンゲスレベル2上段からツバイハンダー、ツバイ黄色ジャンピーからタッチハイスラー勝ったな。投げファーストごきげんよう。あなたが優秀な勝負師である以上私は燃料せず。できたら3試合 A 番内でやりたいんですけど、時間とか大丈夫ですかね。多分10時までには終わる、45分から50分ぐらいには終わると思うんだよね。まあ見たいのでやらせていただきます。 A 番内は FAB さんのチームとかりんさんのチームで負けトーナメントの、敗者復活戦、それが終わりましたら勝ちトーナメントの、決勝進出をかけて中村さん、タカさん、投げさんのチームと、星田さん、デスケさん、遠藤さんのシップを行います。3試合連続でいきますのでよろしくお願いいたします。土佐のウェミストが旧コマンドで出そうと、あれはじゃんです。あ、違う、あれはね、バックサイドどっちだっけ今、半回転前だから後ろガードしながらマイ P で落とせると出ちゃうんですよ。ウェミスト出そうとしてんじゃないです、あれは。さあ敗者復活戦ですが、3位決定戦でもいいんだけど、あんま見たいんだよね。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック・オーを使おう。ジャック・オー時期尚早では慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。昨日ね、アインマンが横綱に昇格したってことで証拠画像を拾っちゃったんですよ。横綱これやばくないですかこれ。ちょっと待ってね。いや、感じ違う？いや、そんなことないよな。まあいいんだよ、これね。雰囲気伝えれば OK っつって。では行きます。なんかみんな違うのかなって言ってるからさ、ちゃんと見てなかったが、さあ行きます。敗者復活戦です。このカードで FAB ボジョーキン、シャロンミデゼロシンチーム対カリンチジョニーハーキンボジョーキンパセスレイヤーチームです。うぎゃーいって03のこの緑色のカード初めて見ましたね。こんなキルあったんですね。あ、なんか出なかった。うわ、うめえ。前投げでしょ多分。後継が4系でいく。ああ、避けれる。持続2。ああ、まあ確かにバックステップで結構避けやすいですからね。ああ、スレイヤーシュッて避けちゃいましたね。うわー、うわー、当たらない。チャンス、チャンケー、2S、2S、B いく。ちょっとご飯休憩したいですね。うまっ 2K2P2S おおすごい当たり方。うわマジですげえ昇天も伸びてる。ああ2杯空うまい。わあうますぎる。はいはいホークボルテックレインあー餓死するぞ。お腹が減ったが出せる覚醒。さあここに来たエルクビッグバースト使って遠距離です。すっげーオーマイホーグ 2P 暴れつぶし 3S じゃんけ KKS1 はいホーグリング当たらない。後ろから来た足払いですがもう少し投げと結構見るんですけどなんかの連携感荒い。これはなんということは拾い直し素晴らしい。 3SKK2 から落として起き上がりが遅かった。前はいホークルールからの飛び上がりなんか出ない空所でどっちだキンバーさん投げそうだ。そうですね素晴らしい。覚醒は別腹とかでお前ふざけんなよお前乙女みたいな理由でお前ぶっ放してくるんじゃねえよ覚醒は別腹なんだよなみたいなスイーツだよピヨってたよね今ピヨってたってことは終わりですよ。出たー FAB さん。 FAB さんは本当に海外のプレイヤーからマジで神扱いされてるんですけど FAB は私たちの夢ですとまで多分この「THEFAB」とついてるんですけどもこのスポンサーなのかな多分去年と同じのエヴァのもう海外の人たちに夢を与えてほしいということでスポンサーになったみたいです。夢が見たい。しかしスレイヤーも夢が見たい。夢を見たっていいじゃない。すごいですね。ただただアギリティやってただけでこういうふうに進学がされるっていうのはなかなかないと思います、まあ、最終的に行き着く先がそういうのは上原さんとかだと思うけどああいうのはちょっとあまりにもレジェンドすぎてすごいですね。あなたの夢を諦めないで生きてたー。いやーダメでしたー。あーこちらの銀座でディレイかけすぎちゃうとなるほどなるほど。スライドと上海 2P タッチ系から画面端インハイスラーチャンディーからタッチハイお手こび立ちはいから前はい前へ当たらなかった。足元はすごいぎっしりあるんですけどね。立ち系をしっかりいきます。ブリッツ返しは今のところ下段卓を押すのが基本とはなっているんですけどここがね先1年後下段ブリッツで返せるようになっているのかちょっとね不安ですね。俺は無理そうだな下段攻撃は空中ブリッツの場合は着地にぴったり切れたところに当たるって話も聞きましたからね。技によってはマジでさあバースワルがシュッといって前に来るしかない。バースを取ってパイルじゃないマッパンショ止めてジャファイ、当たらない。ハシピー 2K から繋がってるです。 AC シレギアのよう、怖い。ハシピーでごまかすしかねえ。マッパンシビッグマッパンが欲しい。ハムホール、ハムホールってあれですよね、こうギリギリパンチするところにビッパーってやると腕切り出してパーンと逃げましたよね。やばいっすあれ。同キャラ優勝は優勝は優勝フラグがあ、筧さん、おー KSB すごいですね。優勝は優勝はとか勝者はって言っちゃうんすよ、癖で。俺もこの間終わってないのに助手先でも勝利はって言っちゃうの。危なかった危なかった。終わってない終わってないです。えフォローありがとう。優勝はもうあの場だとやばいですね。さあ行きまーす。 FAB ボションキン VS ハーケンボションキン。まさかイグザードで見れると思わないって。あ、今の動きは誰がですか。こっちばっかさん、おおメインキャラで対戦してた。あートリショイラこんがり焼けました。あー勘ですよそれは。じゃあはいヒートエクステン足前から確かに足他のキャラクターを使うことによって動きに幅が出るっていうのもありますからね。サウル最近ソルをガンガン使ってますから。あっソ連勢だった説がやってた。毎回は練習してた。やっぱやっとかないとねってことですね。素晴らしい。ダサタック、このダサタック見るとハーケンさんだなって感じしますね。読みすぎた。ここはハーケンさんを信頼してのブリッジです。バックステハやばいな。前後歩きがタシピがタシピ止めていく。ここは飛ぶと判断したがしかし飛ばない。コルト距離を離す。さあここからはどっちだ。ブリッツ待っていた、素晴らしい。そして一応受けてうおーすった。こっち向きますとあバックステップタシピ 2P が長い速い。そしてエンゲスバックステップおっとスライドヘッド見える。エンゲージを止めたいスライドヘッド。ボショムキン使えばスライドヘッド見えない。大丈夫ですね、安心します。いやーこれはフェミさんのこの信頼がこの立ち回りそして攻めに現れております。いいです。しかしマスターからのジャーネスタッチピーからバソンエンゲージタッチハイバックセップ踏まい。そして飛んだこの展開見ている。おいマジかコンボレシピやべえ。どうしたよ。あー出なかった。どっちだ。ボショムキンマスターで取り返す。いろいろあった最初ラウンドは。ハイサラッシュがめちゃめちゃ長いですから、このハイサラッシュを基本に食っていく、牽制合戦になると思われます。さあなかなかケミさんの読みが噛み合わないところでおっと当たらない。バックステップに刺さるような振り方でしょう。仕込み系かハンドホールが出ないか。やっぱ 2P が強いですね。使い方が FAB さんの方が少し相手の攻めを止めるために使ってる感じですね。さあこれはマジで殴り合いだな。これスライドヘッド飛んだがタッチピー止めた。ハンドホールからのブリッツーパスを待った。そしてこれはまさか画面中央あっと 2P めっちゃ連動したけど昔のジャムを思い出すかのようなバーストガードを勝ったのは FAB ボショムキン。外見をまねて私を語る 2ラウンド目がでしたね。さあ出てきたのはカリンチュジョニー、帝のお化けです。ね、お化けだよこんなの。かりんさんが宿題でコンボをこれ作りましたよって言って、それをできるようになったら次もう新しいのできたんで1000キャラ分覚えてくださいみたいな、まだまだ10キャラいるんで頑張ってくださいみたいな、やばいっす。はい頑張りますみたいな。さあ毎回が通ってしまいきついぞ。10キャラ使ってさ10分使って1キャラなのに、さ12分使ってもうなんか6キャラぐらいもう10キャラぐらいもう終わってるじゃん。半分終わってるよ。さあ通してきたチャンディ S ハイスラ D から切りかけちゃうよ。さようなら。あーよけた。ゲーあっ優しいくない。お優しい S ハイ。あー取ったが溜めてしまった。優しいですよ。本当にありがとうございます。投げていくチャンス。おおポショムキンバスターからのマリー。ここは前受け身で場所が入れ替わる。さらなるリターンを望んだが待っているのは画面端。やばい投げられてもやばいし通常攻撃を通してもまずい。はいはいステボエハンからちょっと浮いてるのでキネスを拾います。なんで誘白になってんだコメント欄。スライドヘッドチャンネスチャンハイ。ここはガードを固める。リピン足バレをバックステップで避けていく。ここら辺がうまい。2コインエースからまあ支配すら危なげなく仮にジョニーが勝利。しばらく見ない。家でね、今宿題できるんでいい環境になりました。帰ってコンボ練習しなきゃっつって。あと何キャラあと何キャラみたいな、やばいよ。計算通りの単語を100回書きなさいと20回書きなさいとか全部友達にやらしてたから俺。友達家にはどうかし食べてる間にはいいいやつ。さあ出てきたのは、シャロミリア。石井君にはよく書いてもらいました。小学校時代。コインからジャンって当たらない。イエスミスファイナーマンハイステトレハンからのイエスコインジャンにちょっと経力難しい。助けが通ってしまった。うますぎるレベル1もしっかり決めていく。実戦で決めるのがすごいですねやはり。ジャンディから D ハイスラッシュ。ジャンディからジャンピーちゃんハイスラークローングローズ。バラはブリ取れるんですが、おおめっちゃバラバラ。確かに普通に飛んできた。やばいステトレハンで位置も入れ替えるぞ。足から広いかニアス広いかコイン広いですね。コイン広いはなんだかんだで安定です。高いんでしょう。ハイサッシュニアスミスファイナー。コインはなんか投げてたコインじゃない。さあ取り返したぞ最終ラウンド。着手に投げていく。奥詰めはどっち。ピンバースト前に来る。このツバイハンダーの特感があるんで技を置かないとツバイハンダー止めらんない。じゃあそこに前に押しますねみたいな。かりんさんのこの攻めがやばいですね。さあしかしシャロンさんもかなり固く守っている。ゲージ状況にかなり差がついてしまっている。ピンバーストもらったのはちょっといったか。ここはありません。当たってニースコインさんでしっかり今度は高さ合わせてゲージをやるぞ。なるほど。ああうわうわっつっていつデパングルするんだよみたいな。あのコインの投げ方鬼でしたね。えあブリッツ、あブリッツ、ああなんかかりんさんもほらコイン投げたくなるときあるんですよ、分かるんです、ジョニー・スカイは常にコイン投げたいですから、ただ4ヒットぐらいするとミスファイナーズレベル3って全然減らなくなりますからね何これ、カスみたいなダメージなんだけどみたいな。さあ決勝進出を果たしましたのはかりんちゅチーム。それでは、あと2試合続けてお送りいたします。ホッサ、レオ、アゼスケ、メイ、エンド、チップチーム対中村ミリア、タカスレイヤー、ガケファストチームA1台。ボエ、ほんま好きって言われても、ボエ、ほんま好きって言われたら、そんな発言好きって言われても全然嬉しくないやん。そういうやつしか何かを変えられはしない。あんたの国にはもうコインレベル8ミストファイナーとかで即死がついてもいいんじゃないですかね遠藤さんのネタって今日もやりました。なんかジェスパーの会場ですげえ中村さんにこれクソむずいんだよみたいなことを言ってたのがすごいあったんです。竜柳使った。はい。一回も成功したことないみたいな。一回も成功したことない嘘ですけど、ほとんど成功しないっつって。あ1割成功率1割は実戦投入するかどうかすごい気になるところです。かりんさん家庭用やってちょっとジョニーの調子悪いわって言いながらコンボ制度で今頑張って今その大会の間にスパモで調子戻してるのが面白すぎますねやっぱなんか納得できないところがあるみたいで、家庭用はね、今モニターによってね、難しいね、ゲームセンターより遅延が少ないっていう状況もありえる時代ですから、今昔はね液晶が悪いからとかでラグがあるってなって、今逆にトレーニングモードですらディレイを自分でつけてやらないとゲームセンターよりいいぞってなっちゃう可能性があるんですよね。まあ次、決勝戦ということでしっかりトレもしてるのが、いやもう意識高すぎてありがたいですはい、では行きます。準決勝第2試合、先に決勝進出を敗者復活から決めたのはかりんちゅハーケン長谷チーム。それに対して勝ちトーナメント決勝進出をかけて戦いますのは 1P 側が、中村ミディア、タカスレイヤー、投げファーストチーム。 2P 側がコスタレオ、アゼスケメイ、遠藤チップチームです。本当すまんっつって、いや俺もそういう名前にせよかったな本当すまんやばい、コスタさんと電車とかに乗ったら本当すまんさんって言われたくないんで、謝りながらあの人会話してるなみたいな。すまんなえんやねの精神がなんじゃのやつですごい好きです。ああいう平和系のやつはすごい好きです。すまんなチャンスが面白すぎて、やばい。サバンナチャンスはあんま好きじゃないですけど、すまんなチャンスは正直俺の中でかなり熱いです。すまんなチャンスは発作さんの時使っていきたいですね謝れ謝れっつって。さあまずはタカラッシュに対してすまんなチャンス引き攻めして、すまんなプラス1フレームですまんなみたいな前ハイしてすまんなやばいやばい、すまんなチャンスやべえ、強すぎてすまん。第2ラウンドさあハイスマッシュ、ここは引き寄せ持続が長い。確かに蹴り上げていく、バースト使ってジャンプ D だから主体ブリッツが一緒に盛り上がる。あーっと空振ってすまんなカウンターヒットじゃないんやでにっこりみたいなね。ナイス持ち上げる、タッチピンうまいタイマンか画面足追い込んで、あーっとさっとねアイゼン怖いですから攻めあぐれちゃいますよね。うまく返したジャンハイサライシャカ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 、あーっとここは投げていく腕吸血マッパンチ、腕吸血からのマッパンチから補正的なタイマンかナスオが効く。チームメイトに一言すまんなえんやで、まだ1ラウンドあります。あとハイサッシュ1、2の3、はい人間とりあえず謝っとくってのは安定行動ではありますからね。ジャンケー持続が長い、まあ、ただやりすぎると図に乗らせてしまう可能性があるっていうのさあ投げていく画面中央前 P がヒット、タクロッシュが画面足、あとは行くだけ。うわー投げが抜けた、タッチ P 12のでタングルどっちだどっちとか関係ないなこれもうスワイドあーめくってきた、どうするここでゲージの 25% ブリッツか、いやーしゃがみブリッツじゃねえやタッチブリッツにしてしゃがみエースが刺さっています。あーやばい、いやしかし距離が遠い、いい判断だった、前に出た空中上げ、あー空中上げできない、金 S 置いてここは前に行く、下手にね空中ハイスラッシュが漏れてしまいますと着地までねほぼほぼ受け身じゃない行動不能ですからね。傍直に見えてさじに抜け目ない男だ、押村くはその一つが私をローHere comes the daredevil Who dares to enter the main May shift to元ネタって特にないでしょあれ、謝るのって特に元ネタとかないでしょ、変なのだったら嫌なんだけどまあ大丈夫だろう。さあ行きましょう、タカスレイヤー対アデスケメイ、うわすごいのが来た。普段長谷さんとやってはいるものの長谷さんとはちょっとタイプが違うかなという。へえ人に歴史あり名前に歴史があるとは。なんか引っ込めた、お前にこの手が速いといったところか、シュッシュッシュッとゲージをはめてハイサッシュ、このハイサッシュがね持続長くてスリーはめんどくさいんですよ。あははめっちゃ 2P コン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 、ここかなみたいな手探りに進む、そうですね後ろ足も叩いて渡ろうという。さあジャンリーからホイホイ、まあそういうあれじゃないけどね、国際表裏か足払いからそうタカラッシュと言われるこのタカさんの猛ラッシュ、もうこれに負けてないですね、あぜすけさん。ジャンピー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 ボールーナイスサッカーボールやべえボールは生きているって言いそうになった瞬間で蹴り上げてきましたね、ボールね。まさかのフリーキックはアパーチおなんだマジピーイルカを止めたいかっていうところ、うわーボール持ってエンエス、さあ殴り合いがあぜすけさんとにかくうまい、うますぎる。じゃあやっぱりああダンディは男も女も虜にするって聞いたけどジョニーは渡さないよ。なんかすごい試合でしたね昔はねバックファイヤーやばかったんだけど今だいぶ抑えられましたね。あれぐるぐる回してるだけピヨって死ぬとかさ、なんだよこれってのありましたね。ダメージいくつだあれ、いや昔のバックファイヤー210やべえだろ本当、そんなんないだろ、それやばくない。ショッカーダブルあったスレイヤー AC の向かありましたよ。んおさあマッチです。あった160だな、なるほどね、やばいな210嘘だって160だって AC でさあマイケーからキース拾ってちなみにレオのシャイルバーベルは150だっけ。ステップアングルここはしっかり刺していく。さあ第2ラウンドここバックステップうまい、本当にうまいですね。返してイルカさんスタイルバイブ130だ、ごめん全然嘘だ150じゃねえわ、それはやべえな。ちゃんと使ってるだけはダメージ覚えてるんですからね、使わなくなった途端にも抜け落ちます。あー 2P ダメ全然ダメだよその 2P って感じでバシーンと当たりましたね。 2P にはこれみたいなダストアタックでしたね。ピシ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 っつってうひゃーあずすけさんの止まらない 2P が大好きですいや強いな、バックスでまず強いじゃんメインって。さあバックスでやだな、遅めに技重ねようかなーって 2P がさすがに。さあランクアウトマッチでしたがここは落ちてしまう。さあ中村ミリア対エンドチップ、ギルティギアイグザードサインでのまとめ動画ではなんかすごい動画が上がってましたがどうなるか、そして成功率1割のあの必殺技は炸裂するのか注目して見ていきたいところですなんだこの2人マジでドラゴンボールだ。 P10 いやー動画で見たことある、景色は少し明るくなっていますがジャンプD2バーストめっちゃ走る、速いベータブレード見てみて本当に面白いのは遠藤さんでしたここ返すボルカニックワイパーとか昇竜拳系でブリッツは返せるかといったらそういうわけではないんですが、あー止まってしまった。2杯2杯前杯アルファからのこれかちょっと難しくいっぽいです。あれでひょあーとは書いてありましたね。あれそこで表裏卓をかけるっていうのが遠藤スペシャルらしいです。あーちょっと難しい前2杯皿、これはお互いの意地がぶつかっている。どうする、あー前ジャンプ引っかかった。いやまだ生きていそうだがベータ飛ばしてパリが刺さるか、どっち勝ってそうめっちゃリピーだタスピーツコパンが強いからサンフレ対空パンチからのメイク見えない。遠藤さんの本当にドリキャンは見えません。ヘイヘイカモンって聞こえてるようにでけえ好きだぜと言ってるんですよねジャンディ S2S 金 S つながってないが多いし 2P で止める。さあここはジャンピー金 S 立ち返したら足回りがタンと速いブリッツ取ってベータブレード素晴らしい。前 B からの空中投げからのちょっとダメ 2P 止めた。ジャンピーから空中投げまさかあ普通にいったスタートボタン押した勝ったのは遠藤チップ、なんかとにかくすごいいやこれ大会ですからね大会でそれの動きができちゃうのはやばいですね。さあ準備運動をしてと、さあ思った以上に白熱した試合が続きまして決勝戦が10時回ってしまいそうですがよろしくお願いいたします。さあ大将戦投げファースト対エンドシップ、うわーこういう細かいところすごいしっかりしてるんですよね。ちなみにファーストはねこの足すしをしゃがみ歩きでよけられてしまう。うわ乗った、そういったところも固めを考えて振っていかないというところですね。前足はい前ハイスラドリル刺さって見えない全く見えない。シビファーストがいるが今度位置を入れ替える。どっちだマジ。さあここはファースト重ねるの難しい。足払い動きたくなるところ。チップはちょっと起き上がりがね仰向けとうつぶせ違うの多分ちょっと遅い方だ。例えば飛べなかった感じですよね。マジで見えないですね。遠藤さん、ドリキャンおじさんがマジやばいです。回転が前 P が伸びてきた。ここで一気に体力置き攻め3回分ぐらいは取っていった感じでしたね。毒も合わさり大ダメージがめなしバースト使うが危ない危ないシャムリここ発生遅くなってどっちか投げている。これが森田がバーストアタック続いてくるとレンガなのか落として張り付かないがここで出すと黄色キャンセル投げを決める。あっおいしそうなのを拾って出しましためっちゃ長いやつねあれね。ためぶりつつある試し合いなんですね。まあ初級決大会とかそういったまではダメですよ自己責任でなんか効かないっす。あ、キックは効かない。キックまずい。じゃあ頭いってこい。いやいやまあそんな喧嘩しなきゃいいんだ。喧嘩しなきゃ楽しきゃいいんだよ。さあ試合はですねバーストがT 一文字。オッケー。あ、抜けてたのアダム。アダム抜けてたの。あ、オッケーオッケー。じゃあ一回テストをして、遠藤さんが、倒される前にバーストをまず使用して T の文字まで回復するまで待った方がいいんじゃないですかね。ん S も外れそうになってた。最初にでもいい。あ、お互いがいいならいいですよ。さあ再試合ということで今の試合は何もなかった。いいね大将戦だよね。まあ遠藤さんの言ってた成功率1割っていうのはその低空竜柳なんですけどもあれで表裏卓をかけれるというもんなんですね。クソむずいらしいです。さあメンテナンス相手ここの前 K に対して前 P が出ていて先ほどの試合と同じように返していきますがテイクアルファかいやねここは強気に技を振っていく。2ハイスラ足し P2 ハイスラの後 P タイン、フレーム的には少しばかりダッシュすると不利になっちゃいますよね。そこにしっかり最速の技であってあ取ったんじゃないか。あまだ速いですよまだ速いです速いです立っちゃダメです。やばいこれはあやこの遠距離戦黄色キャンセルあ普通に刺さって打ち上げて落としてまず一本選手は投げファースト。足前からあれが裏かそして割り込みに対してテイクアルファガードされても反撃が難しいですね。あここは着地投げが間に合わずおっと経験する少し様子見先ほどのベータブレードを見ての重なってない今日1回も重なってないです。キャラクターの起き上がり時間がそれぞれあばい当たりそうじゃねえからエンエス立ちハイこれがバージョンアップで当たるようになったんですがジャンハイ相手のゲージをうまっ素晴らしい判断でしたね。今のヒット数稼ぎすぎてしまいますとできないということなのでさあ2敗すらそのままいきました。さあダッシュ投げ、足までで団子を取って表直線ガード前 K、 ここに前 B がしっかり出ている。さあアイテムをここで回転率上げてくる形になります。燃やされてジャンプハイサッシュ、アルファからエンエスロマンキャノンスで差し切り足払いバースト対策するバックステップ、アルファ当たるがチビがいる。ここはロマンキャンセルしても着手硬直が決めずか、勝ったのはですよね、ジャンプ D の硬直がありましたね。勝ったのは投げさんのファーストになります。というわけで、じゃあちょっと、遅くなってしまいましたが決勝戦をいきたいと思います。中村高投チームは連戦となってしまうのですが、カリンチュハーケン長谷チームと A 番台でお願いいたします。あなたの体、急激な変調が始まってますね。手遅れになる前に見せてください。さあそれでは、スタートボタンを押して始めてください。疲れた、長かった大会はこれにて終了でございます。 A 番台 1P 側は先ほど勝利しました投げさんがそのまま先方に座っております。投げファースト高須レイヤー、中村ミリアチーム先方は投げファースト、対戦相手は敗者を復活戦勝ち上がってきたカリンジョニーハーケンポチョムキンハセスレイヤーチーム、先方はハーケンポチョムキン出荷、街中にこんなの出すんじゃないですよ。かっこいいな、やっぱああいう物合いはいいね。ハウスのメンタルは物合いみたいに光ればいいのに。さあめっちゃギリ画面端、画像君とコンソメ先生が今日飲みで著作権じゃねえ肖像権について話し合いをしてきたということでさあパス P 連打ああおおどうなってんだ、トリシューラからの待っていた前ハイスラー100トンバッティングはここ5点ヒット、うわそして 2P2P 前 K いやらしいですね。足払いがクッシュ修正に入れてきました。今ちょっとツインアイ本当だずっと一つだと思ってた、立ち絵は前が今ピカーンと光ってるから。さあポチョムキンバサーからのそらへん。いや勘違いだな、間違えるはずがない。間違いから、ここはドリル、体力が回復したが、あー割っていく。よいしょ。確かにスライドヘッドでファーストとかポチョムキ転ぶのに後ろの住民びくともしませんね。超有利フレームからの攻め、前に来た様子見する相手に対してガンダッシュで割り込んでいく勇気のある選択肢ですが、非常に強力な手段でした。マンキャンセルがしっかりいく。確かにそうだよな、なんか目光るイコール物合いだと勝手に思っていたわ。そんなことはないです。例えばドラえもんを出してくれない。出てくるのはカリーン・ジョニー。どうなるか。さあ開幕が立ち消えで一気に画面端。あとこれは裏に出てしまった。前ハイコイン、あ、これまずいですか。うわー、ここで読んでいくか。一応ヒット数的にはつながらないと思われたので、なんだこのジョニー。ああ、一本選手はカーリンチョニー。いや、そこはハイスター多分ないから完全に読みでいった感じですかね。はいから2杯差、ラッキー取りつけドリルゴーイング。さあ常に攻める姿勢を見せていきますが、もうハンマーカット、チャンスラマイキーから。さあこれは流れが、あーかーマイハイ、あ優しくねえわコンボ時間が微妙でしたからね。もう優しいノーマル、いやこれは終わったかもしれない。いや本当に家庭用のポジションか。メッタ投げて前ハイブリッツ返して覚醒。あ、危ないミストファイナー一戦。勝ったのはカリン・シジョニー。先生、今まで多くの人間を見てきただろうが、このグレイトなジョニー、グレイトなジョニーがグレイトな風邪をひいたら頼むぜってね。グレイトな風邪ってインフルエンザとかですかね。やっぱインフルエンザ一回なったことだけど地獄だよな、あれな。熱が出るっていうのは本当にその内部機能がもうショートしちゃいますよね。本当にはもう常に意識が浮いてくようなあの感覚ね、きついよね。さあ行きましょう、中村ミディア。さあ元ミディアを使ってもいましたが、メインはジョニーです、もともと。さあしかしいろんな技能を使えるということは、それだけこの連携に穴があると、これには割り込めるとか、そういったところで強いんでしょうね。割り込みの速さとかも、ここは攻め直しにダッシュが必要だとか、手から通してしまった。めっちゃ踊ってるー。あっ、いや全ジョニー行くぜ、ベンベンポンですね一気に行く。コイン、さあコインだけじゃない、通常技でガンガン押していく。コインからの出し身早すぎる判断が、まずい、マジっすか、やって、あ天才だ、死んじゃうやつだこれ。どうする、位置がびっくり、絶妙すぎる、バラが最低すみませんでしたと謝る声が聞こえてきましたが、ダメ。勝ったのはカリン・ジョニー。僕の知ってるジョニーじゃないっつって Slayer.さあ大将を任されたのはタカスレイヤー。そうですね、タカさんがカリンプさんを倒すことができれば、タセさんとの同キャラ戦という。もう本当に先が展開が読めない組み合わせになるのですが、この圧倒的安定感を誇るカリンチュ・ジョニーをどう攻略していくか。さあまずは開幕、これはラッキー、足払いからキースか、ちょっと優しい。いやしかしスライハンダーからちょっとコンボ戦策がおかしい感じはしますが、さっと仕分け作業のようにしっかり決めていく。まず一本選手はカリンジョニー、攻め続けてのパーフェクト。さあ高梨ラッシュをかけたいが、ここでついにトライでパイルワンカーにバースト戻ってくるミスファイナー、コインを投げてタチケエングスミスファイナーコインを投げるかといって投げですから、しっかり相手の行動を確認。画面端バーストミスファイナークロスワイズ捉えていたジャン SK から落とせない。金 S 直前ガード、遠距離 S にオレドナー確定ポイント。おこれは当たったんじゃないか。ロマンキャンセルはしないでそのまま攻め継続。こちらクロスワイズ難しそうだがしっかり刻んでいきます。落として投げ返した。これはまだいやじゃんけんポンって感じでしたね。勝ったのはカリンチュ・ジョニー。さすがのカリンチュ・ジョニーということで、本日の優勝はカリンチュ・ジョニー、ハーケン・ポチョムキン、ハセスレイヤーチームとなります。おめでとうございます。カリンさんちょっと家庭をやってコンボ制度狂ってしまったと言って、その1試合終わるたんびにスパーリングモードでコンボ制度をね修正していた。いやそれがしっかり結果につながっての優勝となりました。おめでとうございます。ドラえもんじゃんけんみたいなもんだよ。のび太くん対ドラえもんでじゃんけんポンつって、もうグーしか出せないじゃないかっていうね。はい、そんな感じでした。お疲れ様です。なんかのじゃんけん大会でパルザン星人が優勝してたんでって話聞いて、めっちゃ面白かった。八百長が疑われますね。